もともと体力がなくて地の声が大きいっていうだけで高校時代はやれてたんですけど、今短大で演劇を専門的に学んで、どうしても2、3ヶ月かけて稽古をやって本番が何回かあるっていう時にどうしても最後まで体力が持たなかったりするので、高校の時にもっとちゃんと体を動かしたりとか部活のメニューとして体力作りをやっておけばよかったかなと思いました。大会は2年生の時に脚本を書いて九州大会まで地区県勝ち上がって進めたのが一番の思い出です。当時付き合ってた人と他校の本番中にずっと手つないでました。今考えると失礼だし、よく人前でやれてたなと思います。やっぱりガラパのキャナルシティであった星降る夜になったらです。それを見てガラパを好きになってガラパに入りたいって思うようになったので、私の人生において欠かせない作品です。ストレスをためないこと。やっぱ高校時代いろいろ人間関係とか複雑で、もう嫌になるって時に部活がそれで好きでやってるはずの部活がストレスとかになってしまうとどうしようもないので、部活はなるべくストレスをためないようにしてました。ずっと好きだったガラパに入れて、やっぱりこう自分たちが見るのとやるのとでは全然違うなっていうのを実感したし、でもその細かいところまでお客様のためにやってるっていうのがすごくやっぱ身に染みて分かったので、もっともっと好きになったし、これから自分の力でもっと好きになってもらえるように頑張ろうと思います。多分なんか進路とかいろいろなことで大変だと思うけど、とりあえず今目の前でやりたいと思ってることをやっていけばなんとかなる。